皆さんこんにちは、ジクです。さあ今日はですね、こちらでございます。中野ブロードウェイマンだらけ購入品でございます。もうさ、半年に一回ぐらい来るんだけど、レトログッズがたくさんあって、もうさ、すごいの。たーちゃん、君の瞳には、とか、もう、カードキャプター桜になった。うん。シャオランくん、DM して。レトログッズ、お宝グッズの宝庫なわけですよ。だから本当中野ブロードウェイでしか絶対に手に入らないなっていうのがたくさんあって、非常に満足度高かったですから、購入品紹介したいと思います。まず見て、こちら！明日のナージャのティッシュ、ティッシュ買ったんですか？あのね、ナージャって本当にグッズがないの。夢色パティシエルとかナージャ僕大好きなんだけど、本当にグッズがなくて、今回なんと、なんかそのジョジーっていうかセーラームーンとかサクラとかそういうなんか中心に扱ってるお店に、ナージャがあって、もう気に狂ってよね。可愛くない？これポケットティッシュだけど絶対使わない。絶対使わないのだけれども、もう可愛い。もうこういうティッシュですら貴重なのが明日のナージャという存在ということで、これ500円だったかな？ 500 円でございました。でもさ、もう手に入んないのよ、こんな。手に入んない。めちゃくちゃ嬉しくて、ナージャだよ、だって。夢が叶う日までって、もう夢叶ったよね、500円で。うん。叶った、ありがとうございます。あれなんですよ。中野ブロードウェイでもナージャは超貴重です。だからあって、もう、シルグプレプレプレジネットピーマル様ともなった。はい、じゃあ次こちら。待って、めっちゃ可愛い。ありえない。カードキャプターさくら自由帳でございます。 Nice to meet you, good to see you, きっと。これ300円、新品で300円だったけど、なんかさ、普通のお店で僕見たことなくて、中野ブロードウェイにあったからちょっと購入しました。可愛くない？やばいんですけど、ケロちゃんなんですかみたいな。シャオランくん、シャブ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 、ごめんなさい。めっちゃ可愛くない？これ300円ってね、あれなんですよ。こうやって使いというか飾りたくない？こうやって部屋に飾ってるだけでさ、なキラ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 金曜日みたいな、私今日も女児ですけれども、みたいな感じでさ、できるじゃん。可愛いかろう？これ300円手にしたから、もう、めっちゃテンション上がったもん、これ。会いたいな、会えないな、DM。はい、じゃあ次こちらでございます。やばくない？可愛いシールなんですけども、これが、なんかいろんなグッズを扱ってるお店で、値段が貼ってないものは2個で100円ということで、漁ってたら、やばくない？おじゃる丸！あれん可愛いんだけどこれ。鬼も揃って。電ボ、電ボってなんか可愛くない？このおじゃる丸めっちゃ、あとこれハム太郎。めっちゃハム太郎のシールだから手に入んねえから今。可愛くない？これありえない。これ1個50円ってさ、友達も買ってた。いろいろ買ってたんですけど、こういうさ、なんか、掘り出し物？掘るのも好きなのよ、これ。楽しくてさ、こういう、もう二度と手に入んないみたいなのを探すのが中野ブロードウェイ楽しくて、本当に一日入れるよ。面白すぎて。おじゃる丸とは一緒の付き合いやん。何歳になってもおじゃる丸って見るやん。うん。じゃるじゃるおじゃるってしてるの？うん。こっちの袋も見せ、これがなん、あー、はい、次こちらで、これもね、ショーケースの中にあったものを購入させてもらいました。セーラームーンのなんか昔のカードのフルコンプセットみたいな感じを購入させてもらいました。いや、このカード系もさ、買えるうちに買っとかないとなんか高騰しちゃう。でもめっちゃこれが表紙みたいな感じ、めっちゃ可愛いんだよな。ちょっと軽くだけ見せるね。こんな感じでさ、フルコンプもう全部可愛くない？もうセーラームーンって、うわー、アミちゃんとかこれありえん可愛い。こういうのさ、キーホルダー入れとかに入れてさ、飾りたいなと思って。うわぁ、ルナ、アルテミスト、ミナコちゃんの、これ僕ですね。僕、自認セーラービーナスなんですけど、これ僕なんだよな、みんな。うわ、待って、可愛すぎるでしょ、これ。うわ、待って、待って、うわ、ネプチューンか、うわぁ、僕すぎる。待って、全部見せて、可愛すぎるから、みんなも見たいでしょ。うわぁ、こうやってさ、ほんと可愛い。うわ、待って。うわぁ、イケメン。うわぁ、さ、うわ、ビーナスが僕だ。うわぁ、すごい、これ。なんかさ、制服姿もさ、なんか変身姿も全部可愛く、うわ、僕すぎ、うわー、待って待って、ごめん、触り方キモかったらごめん、手とかキモかったらごめん、ほんと、うわー、新たな時代に誘われて、セーラー、ネプチューン、優雅、あー、やばくないこれ、めっちゃ可愛い、これ、ちなみに裏面も絵柄違いますので、ちょっと軽くだけ見せる、これセーラーの変身シーンとかあって、めっちゃ可愛いかろうこれ、ちょっと軽くだけ、こんな感じ。これがフルコンプで2700円だったんですけど、2700円のソットも多分一番安かった。ショーケースの中で一番安かったです。キラキラしてるカードとか、そのフルコンプで3万するとかもあるし、僕とりあえず絵柄が可愛ければ何でもいい。そのレアとか市場価値とかあんま分かってなくて、絵柄が可愛ければいいなと思って購入して、ほんと桜とか、なんかほんとたくさんね、こうレトロ系のカードがあるんだけども、ちょっとね、値段がちょっと手に取りやすい感じで可愛いの購入させてもらいました。いやー、キラキラするね、胸が。結構ね、作品に動
けあると結構在庫が一気になくなったりして、あの友達がランマ好きなんだけど、今ランマって新しいアニメやってるじゃん。で、ランマの商品が軒並み全部なくなってて、友達がさ、こう狙ってたやつとかもなくなって、やっぱり結構、しかもさ、世の中に1点2点あるかないかみたいじゃん、こういうフルコンプの商品とかさ。中野ブロードウェイってマンダラケさんが結構大半占めてるんだけども、結構個人ショップもたくさんあって、これは個人ショップで購入させてもらいました。これもセーラームーンなんだけども、なんかね、本当に絵柄可愛いのに、値段がね、すごい安かったの。結構普通なんか2、300円で売ってるの、セーラームーンの感動って。でもこれってなんか結構手軽に、めっちゃ可愛くない？あの、ヴィーナス、僕ヴィーナス好きなんだけど、ヴィーナスを中心に購入させてもらいました。あと、アミちゃんもこれ可愛い。うわ、これとか最高じゃない？これ可愛い。その、ヴィーナスとさ、あの、あれよ。か、あの、猫ちゃん、待って、アルテミス、ごめん、一瞬。そう、あれ、好きだからさ、特にこれとかほんと可愛いから、裏面はこんな感じ。昔っぽいよね、この、なんか、字と、なんか、レトロなカラーって感じ。これ購入させてもらいました。ほんとさ、ヴィーナスの可愛い絵柄がたくさんあって、マジで可愛くて信じられんと思って、ということでこれも購入させてもらいました。ほんと、こういうカードってさ、池袋とか行ってもないわけよ。ほんと、中野ブロードウェイしかなくて、結構さ、通販で探しても在庫なかったりするし、やっぱ状態悪かったりとかすると思うから、基本的に状態が良かったりするので、あと絵柄もね、あの、いろいろあるから、すっごい楽しいです。これがね、本当にあのね、あ、2個買ったんだ。はい、ということでこちらでございます。かわいい！僕のチャンネルで知ってる人めっちゃ少ないと思うんだけど、ファイナルファンタジー8っていう作品の、アーバインさんとゼロさんでございます。僕、ファイナルファンタジー8が超好きで、このね、あの、カード、これ実際にゲームでも出てくるの。実際にゲームにも登場するんだけど、リアルでもカードがありますよって、これマジ手に入んないのっていうかもう、やばくない？これ多分僕が子供の頃ほんと、オス書きをなんかもう、このキッズオタク初太の頃で発売されたやつだから手に入んなくて、やっとこうやって小金手に入れた大人の時買えるということで、やばい可愛いんだけど、ほんとは主人公のスコールも欲しかったんだけど、スコールはね、在庫がなかったというかね、あの、これショーケースにあったんだけど、なくて、めっちゃ良くない？てかさ、ファイナルファンタジー8の男子って本当にキャラクターデザインがいいの。もうめっちゃかっこよくない？え、知らない人からしてもさ、え、なにこんなファイナルファンタジーってかっこいい人いたのって思うでしょ？みんなも。わーわーいいん、これ。かわいい、これ。ゼルも。いや、めっちゃいいよね、これ。あと、お次、こちら。ちょっとごめんなさい、あの。僕、クレシン好きなんですけど、これちょっとね、あの、ランダム買ったけど当たらなくて、風間くんがどうしても欲しくて、この風間くんとさ、これ可愛くない？このクッキー柄のやつ、すっごい可愛くて、あの、あれよ。新品のパッケージがこれなんやけども、これちょっと誰出たんだっけ？あれだ、しんのすけと、あとアクション仮面だ。アクション仮面エロいっていうか、好きで、アクション仮面も好きなんだけど、でも風間くんがどうしても欲しくて、なんかこれショーケースにあったの200円だったんだけど、200円ならちょっと購入させてもらおうかなと思って、風間くんのクッキー型チャーム購入させてもらいました。ちょっと運命の出会いだよね。あとね、これも購入させてもらう。これもね、ショーケースの中入ってて、ちょっと見たことない風間くんだなと思って購入させてもらいました。めっちゃ可愛くない？このなんか、なんつうの？淡い色。なんて言うんだっけこれ。クリーム、なんかお菓子カラーみたいな感じで。あの、ちょうど僕の息子になれるサイズ感で結構デカめで可愛いですよね。ちょうど息子になれるかなっていうサイズ感で、その息子だなと思って購入させてもらいました。可愛い。これショーケース。ショーケースにあったの、風間くんが。だからそのクッキー、さっきのクッキーキーホルダーと同じショーケースにこの風間くんあって、もう風間くん全部くださいって言って購入させてもらいました。可愛すぎる！ありえない！そう、近くのゲーセンで、なんかわかる？あの、2年前ぐらいに原神で流行った、最近金日くんもつけてると思うんだけど、あの、このメガネを手に入れて、風間くんとちょっと、あの、一緒にコーデとか組んだりしました。こんな感じで、ちょっと風間くんと、ペアルックとかさせてもらったりとかして、非常になんか状況がなんかいいかなっていう状況に包まれてて、風間くんちょっと、かわいくないですかみたいな。かわいくないですかみたいな感じで購入させてもらいました。ゲスプリキュア5みたいな感じじゃない？これめっちゃ漏れてない？これ。あ、ちなみにこれなんかゲーセンに最近登場してるやつなんで、近くのなんか、しょうもないゲーセン、なんか、あるかもゲーセンに。あとこれ中野ブロードウェイじゃないけど、あの、たまごっちのなんかクリアポーチみたいな、これぬいぐるみとか入れて持ち歩こうかなと思って、たまごっちのポーチもゲーセンでゲットして、で、購入品なんだけれども、はい、こちらでございます。これ、たまごっちのシール、マスクッチと、ポチッチマスクッチとポチッチ購入させてもらいました。可愛くない？ 242 円だって、お店にあって、こういうのもね、豊富に、レトロ系の作品たくさんね、新品だったりとかも置いてくれてる店もあるから、これもに1枚ずつ購入させてもらう。あとこれ何のキャラクターか全くわかんないんだけど、お店に行ったらショーケースにありました。ので、購入させてもらいました。ヤムズヤムヤムズとのことです。でもこれ、最近さ、紫、あの、坂上聡馬くんのお高つするとき用のぬいぐるみなんか紫じゃないかなと思ったら、結構さ、可愛くないみたいな感じで、なんかその、ちょっとあの、
ファミレスっていうんですかね、このお菓子みたいなデザインのクマ可愛いかなと思って、さクールソーマックのおたかつの時にカラビナもついてるから、紫のちょっとおたかつさせてもらおうかなと思ってこれも購入させてもらいました。ようわからんぬいぐるみとか探すの楽しいよね。あとこちらが最後になるんですけど、ちょっと違法グッズっぽいんで、ね、調べたらなんで見たくない方はここで終了してください。違法グッズだと思います。多分これ違うの。ちょっと先に説明するわ。なんか、もう10年以上使ってる、なんか中古ショップみたいなお店があるんだけど、本当にね、ずっと正規品しか扱ってない店なの。僕今までその店で違法グッズ見たことがなくて、違法グッズっていうか、まあ、許可を得てないグッズ見たことがなくて、これがあったの。恋と真空のカードがあって、で、これ見たことないし、なんか裏面もこんな感じなの。で、これ、何と思って、でもさ、海外グッズって僕全部置いてるわけじゃないし、海外グッズってたまにさ、こういうなんかちょっと雑っぽい商品あるじゃん。で、なんかわかんないなと思って、でも友達にさ、これって違法グッズじゃないって言ったら、でもこの店違法グッズ扱ってなくないっていうことで、ちょっと買わせてもらったの、これ。ちょっと聖夜くん中心に、聖夜くんとホムラくん中心に、ちょっとその時めっちゃテンション上がって、てかコイドシンクのグッズが本当にないから、なんかあったと思って、で、もちろん正規品とかも飾ってあったの。飾ってたか、売ってたのよ。缶バッジとかあって、全然正規品の中に混じってたから、これもう僕が知らない正規品なんかこういうセットが売ってるんだろうなと思ってたんですけど、店いる時はさ、もう頭バグってんの。あ、コイドシンクのグッズあった嬉しい。しかもなんかその店ってもう、正規品しかないから正規品じゃんと思って買って、家帰ってきてもう一回開けてみたの、冷静に。そしたら、いや待って、正規品にしては粗悪すぎるぞと思って、でちょっと調べたの、ネットで。これなんか画像検索とかできるじゃん。そしたらなんか違法っぽいなーと思って、多分なんで多分これ違法だと思うので、ちょっとでびっくり、なんかほんとその店でさ、なんか正規品とかいろんな店舗があるね。秋葉原にもお店あるし、中野にもお店あるから、ほんと秋葉原とかでも一回も見たことなかったから、その非正規品っていうかこういうやつね。え、これなんか違法グッズだよねこれ。ちょっとごめんなさい、動画に映しちゃって申し訳ないんですけれども、ちょっとだからこれは僕の知識不足ということで、まあ処分はさせてもらうんですけれども、ちょっとびっくり、違法グッズ並んでると思わ、え、これ、うん、すいません、ちょっと海外系のグッズまでは全部置いてないもので、海外グッズだと思っておりました。すいません、失礼しました。ちょっと勉強になった、すいませんでした。でも恋と真空さん、最近やっとね、スイーツパラダイスのコラボでグッズが出始めたから行きたいなと思ってるんですけど、再入荷のメドが一切立ってないということで、恋と真空のグッズ欲しいんですよ。もういや、なんかこれ見せたからさ、中野ブロードウェイって違法グッズとかも取り扱ってるの、行くの怖いんですけどと思う方いらっしゃると思うんですけど、正規品しか基本的にないです。てか扱っちゃいけないと思うので、ないので、これがほんと超たまたま、てか僕も初めて見たかも。基本的にも正規品ばっかりなので安心していていただいて大丈夫だと思うんですけど、まあ、こういうミスもあったというか勉強代だなということで、ちょっと、はい。ということで、パラッといろいろ買ったんですけど、僕のチャンネルでもさ、こういうレトロ系のグッズ好きな方多いと思うから、ほんと半年に一回とか一年に一回とか、なんかおたかつ飽きたな、みたいな。なんか池袋とか秋葉原とかばっか行ってるな、どっか行きたいなっていう時に中野ブロードウェイ、ほんと見に行くだけでもすごい楽しい。なんかショーケースがすごい豪華だったりするから、ほんと見に行くだけでも楽しいから、ぜひね、なんかおたかつ飽きたりとかしたら中野ブロードウェイ行ってみてください。じゃあ最後にクイズです。原神の、ちょっと今度画像貼っとくね。原神のホヨフェアっていうなんか半公式半同人イベントみたいなグッズのね、放浪者くんあったんですけど、これいくらだったと思います？レアっていうか初めて見て、あ、すごい、多分海外のイベントのグッズなんだけど、あ、初めて見たと思って、値段がね、よく見えなかったの、これ。みんないくらだと思う？結構レアっぽいし、海外のグッズだから、まあ、1万5千円とかすんのかなって思ったら、値段こちらでございます。いや、びっくりした。7万円台みたいな。結構ね、そういうレアグッズ、同人系とかもさ、結構昔の作品見れたりとか、見たことないレアグッズみたいなの実物ショーケースに飾ったりするから、そういうのもすっごい楽しかったりするから、ちょっとまあそういうなんか珍しいもの見たさで行くのもありかもしれない。ということでこんな感じでございました。またなんか3ヶ月後とか半年も中野行くと思うから、その時もまた、なんか買ったらご紹介しますね。バイバーイ。